私ね、シャツとおにゃぎの好きなカットがあっていっぱいあるんですけど、特に喫茶店の写真がすごく好きで、ヤギがクリームソーダを食べているところがあって、スプーンをね、なんかちょこって、そう、可愛くないこれ？これいいよね。これいいよね。同じ顔してみて。やだ。今日はそういう気分じゃない。まあそういう気分もあるよね。さすが猫。どういうツッコミ？でも私意外とそのカットの左側にあるその下のニコってしてるやつ。わかる。これがナギじゃない？割と。これこそナギ。いや思ったよ。これこそナギだ。思った。割とナギ。この写真が多分特にこの写真集の中でもめちゃくちゃ出てるんだけど、写真集の前に間違えて前髪を切ったの。間違えて朝起きてでなんか前髪が長いなと思ってでなんかちょっとこう切ってたんだけど、そしたらなんか思いのほかこう切りすぎてて、でもなんか眠くてそのまま切って寝たの。朝起きるじゃん。で切ってあ眠いなと思ってもう一回寝たの。要は2度ね。で朝起きて仕事行こうと思ったら前髪短かったの。何してん？寝ぼけてってこと？寝ぼけてなのかな？でもわかんないけど前髪切っちゃって、美容師さんに怒られた。美容師さんに怒られるスタイルなのね。すごい子供の頃にもそんなことしてたじゃん。だって子供の頃は根元から全部切った。それもなんか言ってたよね。言ってたね。でも私もやったことある一回。本当？ここら辺の毛切った。この辺の髪の毛全部。あるあるじゃない？そんなことないのかな。あるあるなのかな。あるあるの気持ち。焼き畑農業かな。なんだっけ？なんでもないよ。みんな撮ってるんだろうな。なんか怒ってるよね。2日後だよ。にゃんにゃん。にゃんにゃん。まあ今日もニャンニャンの日だから言ってんだよ。2月20日だから。確かに毎日ニャンニャンの日だね。無理がある。ニャンニャンワンとか。ニャン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 。いけるいける。難しい。可愛い。嬉しい。お花大好きだから。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。